はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。すいません、年末からですね、ちょっと多分例のウイルスにちょっと罹患をしてしまいまして、息子が年末に陽性が出ましてですね、もうそれまでなんかね、一緒にお風呂入ってたりとか、なんだ、一緒に寝てたりしてたんでね、もう陽性分かった時点で、あ、もうこれもらうなっていうことで、ろくに隔離もせずです。まあ、ちっこいですしね、一人で部屋にこもっとけちゅうのちょっとかわいそうなんで、もう気にせず過ごしてたんですけど、まあ、3日4日してですね、12月30日か、私もちょっと、症状と熱が出て、もう熱自体はね、収まって、今1月2日なんですけど、ちょっと偉い年末年始を迎えました。年末休みも、ね、せっかく4日まであるのに、ほとんど寝て過ごしましたね。いや、ちょっと偉いことで。で、展示会がですね、1月8日にあるんですけども、12月30から数えたら、1月6日までが、まあ、その隔離期間というか安静期間みたいな感じで、まあ、熱が下がってから3日ですね、置けばその他人に感染させるリスクはないということで、そういう保健所さんから の指針が出てますんで、展示会自体は予定通り開催をできればなと思ってます。本当にかかるならラストのタイミングでですね、なんとか克服することができました。ただ市販の検査キット、まあ、抗原検査のキットですけどね、買って、受診というかその検査をしたんですけども、陰性で、なんかね、その陽性の明確なものは出なかったんですよね。で、抗原検査もね、確率、その角度というか正確度みたいなものが、まあ、60% から 70% ぐらいだということでありますんで、まあ、抗原で陽性出れば、まあ、絶対そうらしいんですけど、陽性でもですね、陰性で出ちゃう場合もあるみたいなんですけど、まあ、検査したら一応陰性だったということで、一応写真とかもね、撮りましたけど、はい、ということで、なんで展示会自体は、なんとかできますのでね、皆さんぜひお越しいただければと、しっかり手洗いと、うがいと、で、その時までにもですね、しっかり症状自体も収まっていることを前提に、展示会自体は開催の予定で今動いてますんでね、よろしくお願いします。今、1月2日の午後9時半、カメラを回しています。ちょっと久々に取り組みを、131ラリーのね、続きをやっていきます。まだホイール塗ってる状態で、本当にギリギリ間に合うか間に合うかの状態なんですけども、なんとか展示会に向けて、できるところまでですね、エンジン最悪なくても、側だけでも持っていけたらなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとまだ喉がね、痛くて、ガラスが喉に刺さってるような感じ、喋ってるのも辛いんですけども、まあ、そんな関係なしで動画撮っていこうと思います。で、今日は、ホイールをね、塗っていこうと思ってます。で、ホイールが、もともとね、メッキの状態、取っときゃよかったな、メッキの状態で、メッキが施された状態、このままタイヤはめて、キットにつけましょうという指示なんですけども、まあせっかくなんで、まあ、ラリーカーね、ちょっとあんまりメッキメキしてるのもちょっと変かなということで、なんで、メッキを剥がして、塗装していきます。で、白もね、結構透ける感じの白なので、向こうはね、ちょっと見える感じの白色なんで、黒サフを塗ったものですね。あと一輪だけの状態で、あ、しまった、カメラ回してねえと思ってカメラを回したんですけど、なんで、あともう一輪も黒サフを塗って、で、せっかくなんでディッシュの面と、リムの面とね、色を分けようと思ってます。で、通常だったらリムは、メッキっぽいキラッキラの塗料で行くんですけど、まあ、ちょっと今回、まあ、競技車両であり、特にまあ、土道走るような車でもありますんで、ディッシュの部分、この面の部分はですね、ライトガンメタル。この辺のちょっとこう、ギラッとした感じで行こうかなと思ってます。ただ、ポリッシュとかそういう感じじゃなくて、まあ、あくまで塗装の、銀色、ガンメタの色、これで行こうと思ってます。で、リムの部分はですね、リムの部分。シルバーというかグレーみたいな、なんていうかな、ちょっと昔の給食の器みたいな、ブリキの感じの、なんていうかな、アルミの、なんか、ああいう色味をちょっと目指そうかなということで、フラットアルミに、ホワイトかね、グレーを適量混ぜて、それを塗っていこうかなと思ってます。リムの部分ね。なんで、まずはガンメタル、ライトガンメタルを、このディスクの面、マスキングせずにダーッと塗って、大雑把に塗って、その後、このディッシュの面にマスキングテープ、丸く切ったマスキングテープを被せて、で、リムの部分を塗っていくと。こういう塗り方を今回していこうかなと思ってます。はい、じゃあ、どうしようかな。まずライトガンメタルをね、これを黒サフでしっかり黒く染めた後に、ライトガンメタルで、このディッシュの部分、これを塗っていくところを、カメラのアングルを変えて見ていただこうと思います。じゃあ、一旦カメラ止めます。
はい、じゃあ試しにね、黒いスプーンがありましたんで、たまたま黒く塗ったスプーンがありましたんで、これにライトガンメタル塗ってってみようかなと思います。これあの尾関さん、メンバーの尾関さんからですねご紹介いただいた、まあ、あの完成品とかでもねあのよく塗ってあげていただく色目なんですけども、ちょっとこう赤みのある感じの粒子の強めのこういう塗装系のシルバーですね、ガンメタル、こんな色目になります。いいですね、イメージ通りかなと思います。でこれをホイールに塗っていこうと思います。で圧力だいたい 0.8MPa、 80kPa、 0.8MPa ぐらいの圧力で塗っていきます。で、使うのはタミヤのスパーマックスエアブラシ、顔映っちゃったんですよ、タミヤのスパーマックスエアブラシ 0.5 ミリタイプの口径のものを使っています。これ非常に安くあの手に入ります。7000円ぐらいだったかな。で、あのクリアとかね、あのグロス系の色とソリッド系の色とこう中で塗料が混ざっちゃったら完成ね、ちょっとえらく後悔することがありますので、もしね分けられてないという方はちょっと費用的な問題でちょっとなと思われている方はぜひキットね、最近のキットだったら1個半ぐらい我慢してもらったら手に入るかなと思いますので、こんな感じでどうでしょう。はい、ちょっとね、ガンメタル、あのメタリック系の塗料なんで、ちょっと遠くからふわっと拭きたい気持ちは山々なんですけど、まあまああんまりこうザラザラするのも変なんで、思い切ってちょっと近く目から拭いてます。で近く目から拭いた時に粒子が流れにくくなるようにということで、ラピッドシンナー、ちょっと乾きの早いタイプのシンナーをうまく使ってですね、よし、はい、塗っていきます。でせっかくこういう風にメタリック系の、エアブラシとかで分けてるのに、夜中ね3時とか4時ぐらいまでやってると寝ぼけてきてね、普通のあのソリッド用のやつに、ね、シルバーとかドバッと入れちゃって、まあ、吹いてる最中にうわこれ多いみたいな、途中で気づくんですよね。なんであの分けるように買ったら絶対間違うということもないんで、あのしっかり塗料を入れる前に、これは本当にこのエアブラシハンドビーズで良かったなっていうのを確認して、あの充填するようにしてください。よし、こんな感じでどうでしょうね。はい、じゃあこのガンメタルの塗装しっかり乾いた後に、リムの部分ですね塗っていきますので、マスキングをやるところからまたカメラ再開したいと思います。はい、そうしましたらホイールの中心部マスキングをやっていこうと思います。今のところライトガンメタル一色にズバッと塗ってしまってるんで、このこれ2ピース構成ですかね、リム と、ディッシュ面とボルトで固定されてますけども、このボルトのところはリムの面になりますんで、その1個手前ですね、このラインでマスキングをしていきます。で、どうでしょう皆さん、あの丸くマスキングするの結構あのいつも大変かなということで、何度かコメントでもですね、丸くマスキングする方法がうまくわからなくて教えてほしいなんていうことをよくあのおっしゃっていただきますんで、これもメンバー水原さんから教えていただいた方法で、カットしてあのマスキングをねやっていく方法をご紹介しようと思います。で、こういうこの動画をですね、あのアップすると必ず現れるのが、あの丸いマスキングテープ売ってますと、あのいうコメントがですね、あの多数集まるんですけども、あの全然それでもあの結果は一緒だと思います。あの丸くマスキングするという目的を果たせればいいので、あの売ってるの買ってるよという方は別にそれでも全然、なんかあのそれも別に私否定するわけじゃないんですけど、なんかカットするのがね悪みたいな感じの言い方をされる方がいらっしゃるので、まあ、それなんかちょっと違うかなと思ってて、あのそれだったらもうプラも作らずにあのね出来合いのやつ買ったらいいじゃんと思うんですけど、まあまああのいろいろ方法があるんで、一つのアプローチというあのことであの見ていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、で使うのがマスキングテープとスーパーマルチスーパーパンチコンパスですね。要はコンパスの
普通コンパスって鉛筆の方に、針と鉛筆がついてますけども、針とナイフがついてるんで、こう丸く任意のサイズの丸いものが切れるというもの。これAmazonで定価1,300円、多分1,000円ぐらいだったかな。で、売られてますんでね、よろしかったら買われてください。で、同じようなものがダイソーで売ってます。文具コーナーにコンパスとかのセッあたりとか、カッターナイフのあたりにサークルコンパスだったかな、なんかそういうそのカットできるもの売ってますんで、それでも全然代用できますが、ダイソーさんの方は1センチ、直径1センチのものしか切れないので、それより小さい、例えば 2,3 ミリの半径のものとかですね、そういうものを切ろうと思ったらこれがあった方がいいかなというのと、あとは最近ちょっとね、このマルチコンパスのが出てきてから、パンチコンパスか、出てきてからあんまり出番なくなっちゃいましたけど、ポンチ、これ丸く布とかの革とかをですね、くり抜くものなんですけど、これを使ってもうまく丸い形のマスキングテープカットできます。ただ今回は直径どうだろうな、1センチ、2ミリ、12ミリぐらいの多分直径のものを使うので、そうなるとね、さっきのポンチは8ミリだったかな、1センチか8ミリかが最大のサイズになります。それ以上大きいものは用意できなくなりますんで、なんで、今回はこのマルチコン、なんでマルチコンパス言うんでしょうね、パンチコンパスを使っていこうと思います。はい。で、サイズとしてはですね、いろいろ測り方があると思うんですけども、で、今回ポイントとなるのはですね、1センチぐらいかな。今回ポイントとなるのが、まあ、その、いやいや、そのカットするやつ、カットするマスキングテープでは、ぴったりのものがないじゃないかと。売ってるやつはね、0.5 ミリ刻みで丸いマスキングテープ売ってますよというコメントがあるんですけども、そうじゃなくても、そのカットしたやつをより密着というか、その貼り合わせるときによりこう、なんていうかな、この原寸に合わせたようにこう貼っつけていく方法もありますんで、それもちょっとご紹介していこうと思います。今測ると大体に1センチ弱でした、9ミリ半とかそのぐらいの最大直径だったので、ちょっと大きめで、11ミリぐらいでマスキングテープをカットしていきます。いやいや大きいじゃないかと、9ミリ半のものを11ミリでマスキング、いやそれ大きいじゃないかということを言われるかも分かりませんが、まあ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 ということで、でここをね測ります。5ミリ、 5.5 ミリぐらいの、よいしょ、喉が痛いな。5.5 ミリぐらいの半径でロックをします。ここグッと締めるとロックかかりますんでね、これでマスキングテープをカットしていきます。で、消してというか、まあ、その例えばそのこの 半径直径をビチッと剥がれたとしても、マスキングテープ丸くカットしてこう剥がすときにちょっとこう伸びたりするんですよね。若干こう伸び縮みがありますんで、そのあたりでぴったりしっかり剥がれたものですね、同じ寸法のものを切り出せたとしても結局剥がすときに伸びちゃったりとかしますんで、どっちみちサイズがちょっと大きいとか小さいとかそういうことになりますんで、今からやる方法で、まあ、万事解決ということになります。はい。で、これもちょっとリスナーさんから教えていただきました、台紙を回すとうまく切れるよということで、小さいカッターマットをご用意いただいて、台紙の方をくるくるっと回していくと綺麗に、ね、カットができるということで、今回スペアも合わせて5個必要なんで、もう1個いけるかな、もう1個いけそうだな。これも、ね、よく書くとさっき切ったやつと重なっちゃうん で、これマスキングテープをペーッと剥がすとどうでしょう、同じ寸法のねマスキングテープが量産できるということになります。はい。で、これをまあ剥がしてそのまま貼っていくというのも手なんですけども、さっきお伝えしたように剥がした時にちょっとマスキングテープが伸びたりとか、あとその測りもしっかり
測れてるとも限らないし、まあ、あのないと思いますけども、一個一個そのね製品に差があれば、あの同じサイズのマスキングテープが用意できたとしても、現物はねちょっとずつ違うとなればマスキングテープは合わないということになりますんで、そうなった時用に、まあ、そうなった時にというかそれを鑑みてですね、こういう方法でやっていくということでご紹介しようと思います。ちょっと今回ね分かりやすく書いていこうと思いますけど、十字型にカットをします。書くとこんなイメージ、ちょっと十字架っぽい感じですけど、この形状によいしょカットします。でちょっと大きめですね、大きめのマスキングテープを今回用意してますけど、で切り目入ってるんで破れやすいからちょっと持ち替えながら綺麗に剥がしてくださいね。でマスキングしたホイールの、まあ、そのディッシュ面をマスキングしていくんですけど、貫通させたところを上側に、まあ、右利きの方と左利きの方いらっしゃると思うんですけど、私右利きなんであくまで右利きの場合ですけども、この貫通させた方を上に1/4をきれいに合わせます。4分の1はねきれいにどっちみちしっかり合うようになってますんで、で次の4分の1半分の 26% から 50% の領域に行くときにちょっとねここをオーバーラップさせます。オーバーラップ、切り込みのところをオーバーラップさせながら、はい 25% から50% のところですね、ここをマスキングしていきます。で次3枚目、51% から 75% の領域についても同じように2枚目にオーバーラップをさせながらマスキングをしていきます。こんな感じかな。はい、で最後4分の1クォーター、ここをオーバーラップさせて、さらにねオーバーラップをさせてマスキングをしていくと、こうすることで、あやばい、ちょっと、ね、暖房の感じが難しいな、熱っ。今みたいな方法を取ることで、まあ、ちょっとあのあらかじめオーバーラップをする前提でマスキングテープをカットしてですね、こうちょっとずつオーバーラップさせながら、あの原寸に合わせてこの径を少しずつ小さくできます。で、あの4分の1ずつ90度ごとにあの切り込みが入ってますんで、まあ、厳密に言うと深円ではないんでしょうけども、あのちょっとずつこう絞りながら、この外周に合わせながらマスキングをしていくことができますんでね。はい、こんな感じでディッシュ面がきれいにマスキングができるということです。でもしあの真ん中にちょっとねあの何ていうかな隙間が空きそうだということになりましたら、塗料がね漏れちゃいそう、切り込みから塗料が漏れちゃいそうだということがもし起こりましたら、まあ、適当にこんな感じでマスキングテープをカットしといて、四角いの上からあの角が出ないようにしてください、ね、せっかくあの丸くマスキングしてるのに角が出たらダメなんで、こんな感じで上から四角いマスキングテープを貼ればですね、さっきの切り込みのところから塗料が漏れることもないんじゃないかという方法ですね。これかなりあのお聞きした時本当震えましたよ、これほんますごいなと思って。今までそのリムの形に合わせてこういう平たいマスキングテープを貼ってリムの形に合わせてナイフで切ってたんですけど、まあそれでもできなくないんですけどね、うまくいく確率が非常に低いのと、あとナイフが通りますんで塗膜を傷めちゃう可能性と、あと今回そのガイドがないんですよね、ガイドがないのでなんかカットするの非常に難しいので、なんかそういうのを考えて、まあどうしようかなと思ってたら、まあそういう方法があるよということで教えていただいて、ちょっと震えましたですね。なんで今回その
あえて切り込みにしてますけども、あの難しいという方はピザみたいにカットしていただいて、それをあの外周に合わせて貼っていくでも全然やれそうな気しますね。ただ外周があの切れてない方がなんかこうぎこちない感じのマスキングにならずに済むかなということで、その辺なんかね考えると、このあの丸いマスキング、ホイールのディッシュ面とか、例えば何でしょう、フェラーリのちょっと古めのフェラーリのあの丸いランプ360とか430とか、エンゾフェラーリはあれもっとすでに色ついてたかな、ああいう丸いテールランプ R32 の GTR とかですね、テールランプの真ん中が白いとかですね、クリアのレンズを残さなきゃダメだとか、そういう時のマスキングにも使えますので、でこれ何度かあの動画アップさせていただいてますけども、結構ね視聴回数的にかなりいつも伸びるので、お困りの方多いのかなというふうに思います。私もあの最初ポンチ、さっきの丸くカットするタイプの工具に出会った時も、どうやってやったらうまくいくのかなと、これなんかうまくやる方法が多分ネットのどこかに同じように悩まれてですね、うまくやられてる方いるんじゃないかと思って、いろいろ調べて、インターネットで調べたら、まあ、そういうふうにやってるという記事を見つけてですね、あの急いでダイソーに買いに行って、最近ちょっとなんかあんまり見なくなってきちゃったんですけど、1ミリ刻みでね、ちゃんとそういうあの革細工用のポンチっていうものが工具コーナーで、ね、売ってますよ、ね、こういうやつが、あのちっこい系のやつは2本で100円で売ってますんで、最近もうちょっとなんかなくなっちゃったのかな、あんまり見なくなっちゃったんですけどね。なんでもしあの困られてる方はそんなんも買われてみてはいかがでしょう。全種類揃えても多分500円ぐらいで揃うと思いますんでね、はい、ちょっと、ね、切り込み入ってるんで破れやすい、気をつけながら、よちょっとこれあれだな、カットがうまくいってないですね。なんでこういう時のためにマスキングテープもあの4輪必要だったら6輪か7輪ぐらい用意をしとくと、まあ、失敗してもあまだあと3枚あるわということで、あのちょっと傷んじゃったマスキングテープを無理やり使わなくても済むので、 2,3 輪分余裕に用意をしておくといいかもわかんないですね。ちょっとね SDGs でしたっけ、そういう観点からするとあの使う分だけ切り出すっていうのがまあいいんでしょうけど、誤解なきようにあのお伝えしておくと、あの丸いマスキングを買うのは全然あの選択肢ってありだと思うんですけど、なんか買った方がどうのこうのみたい な, なんか その方がなんか偉いというか、なんかそういうマウント取られるとなんかちょっと違うかなという感じになるんですよね。なんか難しいですけどね、俺はそんなマスキングテープの丸いやつを買うお金があるんだみたい な, なんかそういうマウントをあのお取りになりたいんだったらもう全然いいんですけど、なんかよくわからない、出来上がるの一緒なのになみたいなね、なんかそういう感じになんか思っちゃうんでね、あの全然ご紹介いただくという意味でねコメントいただいてる方本当にありがたいんですけど、なんかそれでなんかマウントというかこっちの方が優れてるみたいなね、なんかそういう押し付けしていくのはちょっと違うかなというふうに思いますけどね。よいしょ、またこんなん言ってるとね、またあの反対派の方々がまたなんじゃかんじゃと、ちょっと邪念がちょっと、あーやばい、
いや本当展示会まで本当ね、あと数日、私前乗りちょっとさせてもらおうと思ってる、実質本当にあと4日とか、仕事もね始まっちゃうんで、本当実質本当に時間がない中なんですけど、なんとか本当に車の形をさせては131ラリーを持っていきたいと思ってるんで、お一人でもね多くお越しをいただけたらなと思ってます。あとはスペアタイヤ、これプラパーツでタイヤごと用意されてるんで、ね、これもしっかりディッシュ面マスキングした後に同じような要領でぐるっとタイヤの切れ目のところですね、ここマスキングしてタイヤブラックを塗っていくという作業があるんですけど、まあ、とりあえず他のガチのホイールちゃんたちと一緒のマスキングをやっていきます。ちょっとねセンターにトランクに留めとく用のピンが突起物としてありますので、ちょっとマスキング自体はやりにくいかも分かりませんけど、まあ、どっちみちこのピンは別の色で最後に塗ろうと思ってますんで、まあ、あんまり気にすることなく、ちょっとシルバーが混ざってもまあまあいいでしょうということで、ちょっとだけこう楽観的に考えて、ここはちょっと気楽に行こうかなと思ってます。マスキングテープ貼っときましょうか。よ、はい、こんな感じでディッシュの 面をこうマスキングすることができました。じゃあこのフラットアルミに、まあこれでもいいかな、なんかいい感じがしてきたな、こんな感じの色なんでね、ちょっとだけグレー入れましょうか。ちょっとだけグレー入れて、数滴、ほんと変わらんぐらいになるかもわかりませんけど、それで塗装をして、マスキング剥がすところからまたカメラ再開したいと思います。じゃあ一旦カメラ止めます。はい、アルミシルバーにニュートラルグレーを、まあ、4分の1ぐらいですかね。グレー4分の1ぐらい足したものの塗装が終わりました。ちょっと狙い通り、ちょっとくすんだような、シルバーというか、なんていうかな、グレーっぽい感じの、給食の安い器の あの感じのイメージの色が出せたかなと思います。じゃあマスキングテープを、ね、剥がしてみようかなと思います。ちょっとねこのピンセットで塗ったところを引っかいちゃわないように気をつけながら、あ、いいんじゃないですかね。どうでしょう、こんな感じ でちょっとねタイヤがち
ちょっと汚れちゃってるので、あのダイソーで売ってます不思議なジェル、これめっちゃいいんですよね。タイヤついてるホコリみたいな、なんか粉みたいなやつをかなり綺麗に取ることができます。スライムみたいなね、ダイソーのおもちゃコーナーに売ってますね。これをペタペタっとくっつけると、なんかタイヤについてたね粉みたいなやつとか変なホコリみたいなやつを綺麗に取ってくれるんで、これ非常に便利ですね。はい、でタイヤはね向きがあるということで、外側がこのシュシュシュッとなってるやつですね。でせっかくなんでタイヤにはあれを塗りましょう。例のあれどこ行ったかな、あちょっとね最近時間が空いちゃってたんで、あれどこ行ったかな、タイヤワックス、タイヤワックス専用品を持ってたんですけど、タイヤワックス、ね、あれどこ行ったかな、タイヤワックスありました。ちょっとね使うの時間空くとダメだな。こういう布に適量を出して、筆で塗るともね書いてありましたけど、こんな感じでねツヤが復活します。ちょっとねあんま変わらんか、古いタイヤにこうなんか効果を発揮する感じなんですけど、はいどうでしょうかね、こんな感じ でしっかりあの固定のボルトとかその辺もちょっと違う色のシルバーとかで味付けをしつつ、ちょっとこうボディとかと合わせてみて、あいいんじゃないですかね、なんかちょうどいい感じがします。あの純正のメッキもいいんですけどね、ちょっとこう落ち着いた感じのグレー系のシルバーで仕上げるのもいいかもわかんないですね。でボディも今回セミグロスで仕上げてますんでね、結構いい感じでまとまりそうな感じがしますね。はい、ということで4輪ともねこの後またマスキング剥がして、でスペアタイヤについては、タイヤ部分もしっかり塗装するということで作業を進めていこうと思います。ということで今回はホイールですね、ディッシュ面とリム面の塗り分けをまあどういう風にやっていくかということとか、あとリムについてはちょっとこうラリーカーなんで防腐塗装というか、ちょっとこうポリッシュというよりはちょっとこう光沢というかその鏡みたいな感じじゃなく、ちょっと鈍い感じのシルバーで仕上げてみたという動画になります。今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録いただけてない方おられましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けてますんで、さっきのサークルカッター、スーパーパンチダメだな、マルチコンパスって言ったらちょっとあれなんですけど、スーパーパンチコンパスのリンクも貼っておこうと思いますんで、気になる方は検索でご購入をお願いします。だいたい1000円ぐらいでね手に入ると思います。あの1回買えば当分使えますんで、もしよろしかったら購入されてみてください。はい、で1月8日ですね、もうあっちゅう間に日いきますけども、1月8日の日に横浜市大桟橋で第4回展示会開催をさせていただく予定になってます。なんとか体調も戻ってきてますのでね、予定通り開催ができればなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。でただ直前にですね、やっぱりできませんということで急遽中止になる可能性も 0% ではございませんので、ツイッターとかそのあたりを確認いただきまして、展示があるなというのを確認いただいてからお家を出るようにされてください。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。